デモクラシータイムズをご覧の皆様、こんばんは。目黒敦子です。真夏日を観測する場所も出てきました。空はすっかり夏の空といった感じですよね。皆さんはこの1週間いかがお過ごしでしたでしょうか。さて、日刊現代で1週間振り返っていきたいと思います。今回の担当はニュース編集部長の小塚香織さんとスポーツ編集部の近藤博明さんです。よろしくお願いいたします。お願いいたします。さあ、まず日刊現代としてはこちらの話題を出さないといけないかなという感じですよね。丸山穂高議員の戦争発言ということで、はい、まあ、そうですね、今週これはある種、うん、はい、まあ、要するに世間を仰天させたという、はい、そうですね、発言というかですね、はい、まあ、ニュースになりまして、はい、これもともとその、北方領土のビザなし交流に、うん、まあ、同行したっていう形で元島民の人たちが毎年、はい、まあ、やってるところに一緒についていたってことなんですけども、これ北方領土でやってたのでなかなかこう東京まで情報はまだなかなか来なかったんですけど、はい、まあ、まあ北方領土 の、うん、あの島の中の、まあ、宿泊施設で発言して、はい、それで戻ってきてその北海道で一旦記者会見してるんですよね。要するに記者に、まあ、はい、そういう発言したのかどうかってことを問い詰められて、うん、でその後、東京に帰ってきて、うん、夜の11時、はい、月曜日の夜の11時でしたけども、うん、まあ、宿舎でね、はい、あの会見したっていう形 で、うん、で結構こうテレビに出ているのは、うん、その議員宿舎で会見して、はい、まあ、あの首相な感じで、うん、あのまあ、謝罪というかですね、はい、撤回しますって言ったところが出てるんですけど、うん、これね、うん、やっぱりこれも大問題だなと思うのは、うん、まず酔っ払ってたってのも一つあるし、そうです、ね、一度ね、ミスしてるわけじゃないですか。そう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 、だからまあもともとね、はい、お酒も断酒しますみたいなことを言ってる、はい、言ってるぐらいトラブルを起こした経験があるっていうので、はい、まあお酒に絡めてっていうのもそうですし、あとはやっぱりそのまあ島民の人がはっきり言ってるように、はい、戦争って言葉を使いたくないっていう、はい、まあ、その言葉を使うこと自体がね、はい、それも国会議員がっていうところでどうかっていうのもあるんですが、うん、ですね、うん、もう一つ私は問題にしたいなと思うのは、帰ってきて謝罪してるんですけど、あれは要するに党からすごい怒られて謝罪したんだろうと思うんですよ、はいはい、というのが北海道でその問い詰められた時には、うん、はい、いや何がそういう問題意識を、ね、うん、出すことにどこが問題なんですかみたいな、要するにこれは私個人の意見ではないけれども、はいはい、まあ、断りながらではあるけれども、うん、そのなんかそういうこと言っちゃダメなんですかみたいなことを逆にね、はい、メディアに対して言ってるってことで、だから本人は多分そう悪いこと開き直ってるというか、そうですね、なんかおかしいという感覚がないわけじゃないですか。そうですよね、だから、はい、その後の行動としても結局その維新から除名されて、はい、そしたらその自分のツイッターでね、その、まあ、ツイッターこれちょっと今確認してきたんですけど、まあ、要するに無所属でこれからは活動しますと、うん、はい、でその後そのただ要するに活動無所属で活動するっていう、その要するにこれレベルとしては、はい、一旦議員を辞めて申し訳ありませんでしたってやるレベルじゃないかっていうのが、はい、まあ、ね、ある意味そう思いません？そうですね、まあここに関しては松井知事の意見ではないかなって感じ。松井さんですらね、辞めるべきだって言ってますよね。そう、結局そう、もう母体となるところがもうダメだって言ってるんであればもう、まあ、そうそう、で本当はだから私はもう維新が責任を持って辞めさせる責任もあったと思うんですよ、はいはい、党としては、はい、党の、ね、議員であるんだから、はい、党として責任を持って辞めさせるところまで持っていく必要があったんだけど、まあ、本人が辞めないからなのかもしれないけれども、はい、結局まあ除名という形にしたと、はい、それでそしたら本人はその要するに、まあ、その今日、土曜日に、あ、ごめんなさい、金曜日ですね、金曜日にまあ、出す方向性だけはまあ決まって金曜日中に出されるんじゃないかと思うんですけども、うん、野党中心となって、議員辞職勧告決議案というのをまあ出すと、はい、で実際にその決議案自体は過去にはね、うん、刑事処罰を受けた人たち中心だったんで、はい、その発言というところではどうかっていう慎重論もあったんだけど、うん、まあ、出すということになって、はい、まあ、出されると思うんですけど、まあ、それに対しても本人は徹底的に戦いますみたいな形とか、うん、あとそのことについて今後も私は、国内国外へさまざま発信していって、うん、その任期全うするとかってですね、はい、言っているということで、うん、はい、まあ、この人が議員っていうのはどうなのかなということなんですけど、はい、もう一つ実は日刊現代では、はい、でね、この人の、まあまあ、議員としての資質もそうですし、そのお金もね、使い方もずさんなんじゃないかということで、うん、はい、これはまあちょっとスクープ記事として2日連続で、今週出したんですけども、はい、まあ、簡単に言うと国会議員に出される、月額100万円のですね、はい、文書通信交通滞在費っていうのがあるんですよね、はい、でそのお金をですね、
まあ、リシンは要するに、まあ、もうちょっとあの情報公開を進めるということで、はい、この文書交通費についても使途について公開してるんですよ、はい、それで維新の党がまあ公開しているところには、はい、そこにまあ使途いろいろ書いてあって、はい、駐車場代とか複合機リースとか、はい、まあ、いろいろ書いてあるんですけども、はい、まあ、うちの、ね、記者が政治資金収支報告書とかを調べたら、はい、その複合機リース費っていう支払い項目はなくてですね、うん、だから要するに党に報告してるのと実際の収支報告書に書いてある内容が違ってると、はいはい、いうことで、そのこの複合機リースっていうのを使ったって話になってないんですよね。でその金額等々をいろいろ調べると2000万円以上になると、はい、いうことで、これもちろん1年間じゃないんですけどね、15年10月から、はい、12年12月27ヶ月ってことなんですけども、はい、なるということで、これは使途不明金じゃないかと、うん、それでさらにいろいろ調べていくと、はい、このお金をですね、どうやら、うん、まあ、これは外形的にってことなんですけど、はい、穂高会っていう、はい、自分の資金管理団体があるんですよね、うん、はい、そっちに移してるとしか思えないような記述があって、はい、というのも15年の10月からさっきの17年の12月までですね、はい、毎月74万から90万円というのはその穂高会にどんどん積み上がってるんですよ、はい、それでその収支報告書を見ても繰越金として、うん、最初300万円ぐらいだったのがその3年間で3000万円ぐらいに繰り越し金が積み上がっていて、なんでこんなに数字ちょうどって感じもしますよね、はい、だからもちろん、うん、断定はできないですけど、はい、要するに文書交通費を結局その、うん、党に対してはこういうふうに使ってますというふうに報告しながら、はい、実際は自分でその資金管理団体に移してるんじゃないかという疑いが持たれるということで、はい、実際まあそのこれも政治資金に詳しい、神脇先生という神戸学院大学教授の先生がもう要するに同じことを言ってて、これ複合機リース費という架空の目的で文書費をその資金管理団体に移したように見えますというふうにやっぱり言ってるんですよね、はいはい、で、まあ、こういったことをまあ、ツイッターでね、あんなになんかその無所得でも活動していくと、はい、でこれから私は ね、はい、国内外に発信していくとか言ってるんで、ね、はい、うん、じゃあこれについても説明してくださいってことで、はい、まあ、日刊現代として事務所等々にですね、はい、連絡してるんですけど、まあ、梨のつぶでと、はい、あ、そうなんこういう議員に限って何の連絡も、うん、何の、はい、要するに連絡もつかないというですね、はい、まあでも結構国会議員の方って責められると弱いけど、声高に言う人ほどめっちゃ責められると弱い人とかいますよね。要するに声高に言うんであれば、その正々堂々と対応すればいいんですよ。でも、まあ、要するに弱いというか逃げるってことですよ。そう、みんなそうなんだもん、うん、しかしこれなんでこんな分かりやすいこと、まあ、事実かどうかともかく分かりやすいことね。いや、だから要するにそれ調べないと気づかないから分かんなきゃいいやっていうことでやったんだと思うんですよ。だからたまたまそれはうちの記者ととかこの、神戸学院大学のね、まあ、この神脇先生って政治資金報告書をね、割とチェックしている専門の先生なんで、まあ、その先生がやっぱり調べて気づいたっていう、まあ、ことなんですけど、専門家が調べるのも一発ですぐ簡単に分かるよね。だからそう分かるようになる。だからただなんかその結局これもう一つあるのが、この要するに自分の資金管理団体にお金を移すじゃないですか。で自分の資金管理団体っていうのは議員辞めてもそれ解散しなくていいんですよ。ああ、まあ次の選挙とか、だからこの後この人はね、次の選挙でなんか、はい、当選するっていうか、もう一回上がってくる可能性って必ず限りなく厳しいかもしれないじゃないですか、はい、で私は任期を全うするって言ってるから、はい、もう任期までずっとねこの文書交通費をもらって、うん、はい、それをプールして、それで自分の資金団体に入れて、うん、それで議員辞職しても、はい、もしくは落選してもなんかそのままにしていくことを考えてるのかということも、まあ、疑わしくなってくるっていうかですね、はい、ね、任期満了って言ってもね、衆議院議員もダブル選挙あるかもしれませんからね、うん、どうなるか分かりませんけども、なんかいろいろと調べなくてはいけないことが、うん、で追及しなければいけないことがあるなっていう感じがしますね。だからまあそのやっぱり、まあ本当にこの人のね、資質というか、うん、はい、こともそうですし、お金の使い方もそうですし、まあいろいろこの問題になってきて、はい、調べるといろいろ出てきたというところだと思いますよね。これ結局議員無職を野党が求める、うん、でもね、強制性はないんですよ、うん、あくまで決議なので、うん、ただ国会の総意でこの議員は辞めるべきであるっていう決議をするっていうのは
重いわけですよ。要するに国会の相違ってことは国民の相違ってことになるので、それはそれで重いんですけど、だからそれをどう受け止めるかっていう問題で、普通、まあ、基本的に議員の出処進退っていうのは本人自身が決めるってことだから、まあ、そんなことをされる前に、まあ、自分で決めるってことだけど、本人としては私は辞める必要ないというふうに判断してるってことなので、だからその決議案が出されて、その、まあ、理由なり等々説明があるじゃないですか。だからそれに対して私は反論していくっていう、まあ、なんか徹底抗戦の構えというかですね、どこの中期で、だからまあ そういう状況を有権者がねどう判断するかってことだとは思うんですよ。まあそのね、あの辞めないとしたって、任期全うするって言って辞めないとしたって次の選挙やってくるから、その時にもう一回やるのか、選挙出るのか、どうするのかってことも含めて、その辺が、ね、有権者に問うところであるというところなんですかね。はい、はい、よろしいですか。はい、すいません、はい、いいえ。では続いての話題です。残念ですよね、貴景勝が休場へということになりました。はい、まあ、新大関になってね、最初のそう、令和最初のね、あれで盛り上がって、貴景勝ね、大関で盛り上がってっていうところありますもんね。しかもまだ4日目でね、はい、右膝の靭帯損傷ですかね、はい、してしまったんですけども、ちょっとこれは小兵な彼にとってちょっと厳しい、今後の相撲人生、力士人生ですかね、ちょっと左右しかねないなと思います。今その彼のその相撲の特徴の押し相撲ですね、はい、やっぱり押し相撲って当然状態だけじゃなくて、はい、下半身、膝、ね、足首など、はい、相当負担がかかるような相撲ですので、その前3週間とか言ってましたっけね、髪ちゃんと万全になったとしてもまた再びね、そうですね、再発の恐れもありますしね、はい、ね、久々にその若くて生きのいい大関が現れたと思ったんですけども、はい、そうね、はい、本当にまたその時の取り組みの御嶽海との取り組みがめっちゃいい戦いだったじゃないですか。あの天敵とも言える相手、ね、そうそうそう、はい、でなんとか勝ったと思ったらあれという感じで、そうなんですよ。だから小兵力士のそのね、そういう痛手と今なんて、ね、弱点と言いますかね、はい、やっぱり、まあ、膝はね、そうなんですよ、はい、あのなんかこう膝にこういっぱい巻いてね、皆さんやってるじゃないですかね、栃ノ心とか見てても、はい、やっぱりあそこに力入んないとこんなに簡単に負けるんだなっていうのをずっと見てたわけじゃないですか、はい、まあ、その栃ノ心が今回めっちゃ強いんですけど、だから膝ってやっぱ重要ですよね。ただ治療に関してはちょっとこれ、力士のことはちょっと詳しくないんですけども、靭帯損傷なんでね、まあ、野球選手でいうとほら肘とか、はい、みんな大谷とか田中マークもだけでしたけど、はい、まあ、いわゆる PRP、はい、再生治療、はい、それで、まあ、メス入れなくてもひょっとしたら治る可能性もあるんで、うん、まあ、それがその治療方法によってどうなるかっていうのもあるんですけども、ただやっぱりその、まあ、何度も言いますけども、そのどこまでね、大型力士に対して、そうですよね、だからやっぱね、はい、横綱っていう道も開けてくるんでしょうから、はい、まあ、でも岸の里とかのね、あの感じを見てると、ね、やっぱり無理して出て、ね、結局あの、ね、いい結果出せずに終わってしまうっていうこともあるので、もう、まあ、待ってるからちゃんと直してよっていう感じは、まあ、そうですね、はいはい、ね、そこですよね、まだ22歳若いです、これからですからね、はいはい、そうですね、でもなんかあれですね、あの白鵬も休場したじゃないですか、だから休場なんかね、こ う、はいはい、ね、こう目玉の人がそうですよね、場所自体がね、うん、これ貴景勝の検証が結構、うん、すごいらしい、うん、あ、やっぱそうですよね、 その対戦相手もね、その美味しかったわけですね、そ う、うん、そうだよね、でこういう目玉の力士が消えちゃったから、ね、はい、まあ検証は、まあ、場所ごとに出す人もいるみたいなんですけど、うん、まあね、だからです、他の力士にとってももう一日でも早く復帰してほしいっていうのが、はい、まあ、そうですよね、対戦してね、もし勝ったらっていう、そのなんかモチベーションが上がるね、一つのものですもんね、ちょっと残念ですよね、そうなんですよね、うん、まあでもそう、あのね、小兵っていうのがまたね、逸ノ城とかすごいでっかい、あれはやっぱあれだけでものすごい武器だし、体でかいっていうのは人、そうね、本当ですよね、でもあの99キロの炎鵬っていう、あ、います、います、ね、子供、はいはい、子供みたいな感じなんですけど、はいはいはい、結構頑張ってたりとかするので、あのいろんな違うところで注目度は、ね、注目するべきところはあるので、ね、やっぱ日本人ってほらね、あの昔の舞の海で、ね、うん、はい、ちっちゃいね、そう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 、ああいうの好きですからね、応援したくなる、いい人をいかに倒すかっていうのも、そうね、そういうのもありますからね、はい、興味があるんで、ね、はい、
まあ、22歳まだ若いですから、ね、そうですね、貴景勝は、ね、あのしっかり怪我を治してもらいますけど、うん、それなりに今年あの今回の場所も見どころはたくさんあるので、うん、皆さんぜひ楽しんでいただければと思います。しかも、まあ、大関から陥落するのまだまだ若いですし、そうですね、無理だけはしてもう無理だけはしないでよって感じですね、はいはいはい、さあ続いての話題ですが、安倍総理の桜を見る会が話題になっていますけれども、こちらは経費3倍っていうようなお話ですね。そうですね、はい、これ、13日のですね、うん、衆議院の決算行政監察委員会っていうところで、はい、共産党の宮本議員がですね、まあ、質問したんですね、うん、で、まあそれどういう話かというと、まあ、毎年春にやっている、うん、あの安倍首相の、ね、主催する、まあ、桜を見る会なんですけども、あの実はですね、うん、これ安倍政権になってからどんどん規模が拡大してたんですよ。で要するに出席者の数も、はい、まあ、日刊現代の紙面ではこう一覧で書いてるんですけども、はい、これ小泉政権とか他の福田政権、まあ、第一次安倍政権もそうですね、はい、鳩山政権、要するに安倍さんの前までは、うん、だいたい1万人とか1万1000人とかその前後ぐらいだったんですけども、はい、第2次安倍政権になってから2013年は1万2000人だったんですけど、はい、その後1万4000、1万5000、6000、6500どんどん増えていって、はい、今年2019年は1万8200人に増えてたんですよ、はい、で、まあ、人数増えるだけならあれですけど、はい、これ実は人数に合わせて費用も実は3倍になっていたと、はい、でその要するに決算ですから、うん、まあ、最終的な決算いくらですよっていう数字を見てこれが出てきたんですけども、はい、やっぱりこの金額もどんどんですね、13年が3500万円、14年3000万円ってなって、要するにこの一番多くなった1万8000人の、はい、あのあその前ですね、ごめんなさい、今年の金額まだ出てないんですけど、2018年ですから、はい、の決算ですから、はい、この時は、5200万円という金額になっているんですよ、うん、で、まあ、どんどん人数も増えて費用も増えているってことなんですけど、うん、問題はもう一つあって、はい、その予算ではあくまでもこれ1700万円っていう予算が組まれてるんですよね、はい、で要するに予算書では1700万円ってことになって、それはずっと変わらないんですよ、毎年金額は、はい、それでどういうふうに帳尻合わせてるかっていうと、そこに、まあ、共通費っていう内閣のですね、共通経費っていうものをそこに、まあ、補填するじゃないんですけど、まあ、追加する形で、はいはいはい、その金額結局本来の予算が1700万円だったやつを、うん、5200万円っていう形に増やしてるってことなんですよ、はい、うん、でこれよくよく考えると、うん、要するに予算の段階ではみんな1700万円だと思っていて、はい、で毎年変わらないので、うん、あ毎年同じようにやってんだなっていうふうに思ってたら、はいはい、実は決算では5200万円で3倍になってるってことは、うん、はい、それだけ税金増やして使われてるんですよね、うん、そうですね、でそれってある種国民魂になるんじゃないの、うん、っていうところもあって、はい、でこれ別にこの件に限らないんですけども、はい、その予算の段階っていうのはこれからこの金額を使いますよってことはかなり、はい、熱心に審査されるわけですよね、予算委員会っていうのは、はい、テレビ中継もすごいありますし、はい、だけどそれが終わった後どういうふうに使われたかっていう決算の部分っていうのは、はい、どうしてもなんか終わっちゃったから、ね、終わっちゃったからってことでなかなかあんまり注目されないんですけども、はいはい、ある種まあ、意図的にかどうかは別ですけど、うん、分かりませんけども、なんかそこを狙って予算の段階は毎年同じにしとけば、うん、チェックされないじゃん、はい、要するに野党とかもそこを見てね、おかしいとも思わないし、はい、毎年同じなんだなって思っちゃうからあれですけど、はい、その決算の段階で実は増やしていると、それでそんなに毎年増えてるなら本来ならば予算の段階でいや去年この金額だったんだから、はい、例えば去年と同額、うん、要するに呼ぶ人数が増えてるんだから、はいはい、同じぐらいかかるのは当たり前で、はい、やっぱり去年と同額ぐらい予算の段階でちゃんと増やしておくっていうか、うん、そうですね、はい、そうじゃないとある種そのチェックができないですよね、そうですね、はいはい、だから、うん、そういうやっぱりその、まあ、決算を見るのも重要だし、あとはその政府として予算の段階でちゃんと計上するっていうのが正しいんじゃないかなっていうのもあるし、はいはい、でまあその指摘をですね内閣官房総務課の方に指摘したら、はい、要するにこのご時世単純に予算を増やすわけにはいけませんと、うん、で支出が増えても内閣府の共通経費で賄えているので、うん、名目上の予算を増やしてませんっていう、うん、なんか木で鼻をくくってなんか答えなんですけど、要するにこのご時世だから予算増やせませんっていうのは分かるじゃないですか、はい、じゃあその予算なんだから予算の枠内で
やれる範囲でそうですね、やるっていうのが正しいんじゃないですかって話ですよね。結局その表に出す数字が合っていれば中身はどうでもいいってことになりますもんね。まあそうですよね。だから要するにあの好き勝手に増やせちゃうって話になりますよね。はい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 、でそれもそのまあ要するに桜を見る会で、はい、でねテレビなんかでもそこ中継されるから、はい、皆さん中継っていうか、うん、あのねニュースになるからあれでしょうけど、はい、いろんなタレントがいっぱい来てね。はい、なんかある種その安倍さんこんな人気ありますよみたいなね、感じの、はい、それで一応なんかその選ばれる人っていうのは、うん、あの招待客っていうのは功労者っていう名目なんですよね。うん、はい、だけどなんかあのいろんなタレントさんとかがねいっぱい来ててまあ功労者ってことを。なのかなと思うんですが、まあ、要するにそういうことで、うん、やっぱりそのこれねあの税法の先生も言ってるんですけども、はい、やっぱり会計の明瞭性の原則に基づくやり方で考えれば、うん、確実に毎年予算をオーバーしてるっていうことであれば、はい、その必要な経費っていうのは最初からそれだけの金額を予算として堂々と、はい、増やすべきだと、はい、だけど結局最終的にやりくりしてなんか土地と回せてるみたいなね、うん、感じっていうのは、はい、なんか隠すようなね、うん、あの後ろめたさみたいなの後ろ暗さというかね、はい、なんかあるんじゃないかっていうふうにまあ言ってましたけども、やっぱりその本当にそういうまあ税金ですからね、その金額としては多分その千何千万っていうのは国の予算からすると、うん、まあそんな大した予算じゃないというふうにまあ思ってるかもしれないけれども、やっぱりねそのこういうご時世だからって言ってますから、はい、こういうご時世なんだから、はい、そういうねお金の使い方はちゃんとしてほしいっていうね、そう何千万とかっていう、うん、まあ国の予算からすれば大したことないかもしれないけど、それが地立もになるとものすごく莫大な、ね、そうそうそうですね、になりますからね。はい、もしタレントしか来てないだったらね、そうタレントが回線ですね。あ、そうそう、回線すればいいのにと思いますよね。一人1万円ずつ取れば、めっちゃ儲かりますよ、逆に。うん、1万円ぐらいだったら、ね、じゃあ行こうかってタレントも儲かる。そうそうそう。まあそうですよ。だからそのもちろん功労者とね、うん、される、なんかいろんな方がいるのはいるんでしょうけれども、うん、なんかね、タレントがどん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 増えてるようなね、うん、見ますよね、ね、印象があるわけじゃないですか。うん、だから人数拡大してるのもね、はい、そういうことなのかなって思っちゃうし、そうですね、まあ、決算報告をしてほしいって感じもありますね。まあそうですね、決算はもうちょっと厳しい目で見た方がいいなっていうのは確かにあるかもしれないですよね。はいはい、さあそして続いての話題というかこれがまあ最後の話題なんですが、日刊現代はこの人物に非常に注目をしているようですね。大船渡高校の佐々木投手です。はい、163キロ右腕まあ、大谷2世なんて呼ばれてますけども、はい、やっぱりその日ごとにやっぱり注目度増しまして、はい、当然その我々マスコミとかですね、そうですよね、まあ、地元のファンとか、はい、まあ、一般の人たちも興味、うん、野球興味なかった人も結構殺到してるらしいんですね。はい、で当然まあ、取材に対しても観光例敷かれてますし、落語家のが、はい、やっぱり地方の、まあ、こう言ってなんですけど、地方の公立高校なんでね、やっぱりそうなんですよね。マスコミとも慣れてないし、ごめんなさい、先に聞きたいんですけど、はい、私みたいな野球音痴の、はい、要するにこの人はどこがどうすごくて、なんで大谷選なんですか。はい、投げては163キロ、163キロですよ、うん、163キロってめっちゃすごいですよ。うんうん、いやそれは分かりますよ。高校の段階から長距離砲、うん、で身長190センチ大型で、あ、はい、しかも、ね、顔も顔もいいんですよ。顔もいいんです。イケメンなんです。間違いなくその、まあ、高校野球とか、まあ、プロ野球界を背負って立つような人材になるだろう、うん、その一気に要するに一気にボンってメジャーに行きちゃうぐらいの逸材みたいな、まあ、もうメジャーメジャーそうなんですそうなんですそうなんです、うん、メジャーのそのマスカウトとかが も, してるとものすごい来ちゃってるんですよね。メジャーと出たちょっと私の問題で言わせてもらうと、やっぱり大谷の成功があって、はい、うん、あ、まあエンゼルス限ったことないんですけど、各球でやっぱりああいう二刀流できる、はい、二刀流っていうのは結構使い勝手がいいもんですから、うん、各球でやっぱ育成してるんですよ、うん、で彼なんてまさにぴったりなわけですよ、うん、そう考えると、あ、彼は、はい、彼も二刀流なの。二刀流できるそうです。はい、そしてやっぱ当然メジャーが一番やっぱり今ね真に、うん、来てて、学校の周辺なんかその、まあ、こう言って青い目の人がね、うん、上しててそのやっぱ地方だから、それが慣れてないのかもしれないけど、学校にクレーム言ったりとかね、はい、メディアうろちょろしてる、うん、っていうことで今その騒動になってる、うん、そうなんですね、うん、はいはい、うん、逆にだからものすごい取材規制を ね敷かれてしまったっていうところですよね。今もちろん
そういうプロを持たせてないような学校なんで、プロのスカウトが来られるのと対応していいかわかんないとか、うん、でももちろん彼らも本当の本部のその高校や選手にとってるのが日頃の練習で甲子園目指してるだけで、うんうん、別にその、ね、佐々木フィーバーに巻き込まれたくないっていうのはもちろんあるんでしょう、はいはいはい、それで、まあ取材規制とかして、学校が今天徳前と教頭先生が話してる、はい、そういうことですよね、はい、まあ、ですから、でも今後そうですね、メジャー直接は行かないっていうような話もあるんですけど、まあ数年後にはそれこそ今エンゼルスの、うんうん、はい、まあ、この前復帰しましたけども、はい、大谷選手クラスの逸材ではないかという、うん、ちなみに甲子園はどうなって、甲子園やっぱりそのチームがそこがね、そこがまたあれなんですよ、野球は一人では勝てないからっていうところがありますよね。しかもシーズンで野球学校と違って、うんうん、そこまでガンガン練習してるかっつったら、でしかも彼まだあの成長途中です、体自体が、うん、そんな身長高いのに、そうそうなんです、あのだからまだ体ができてないっていうことなんですよね、うん、だから、うん、無理に練習させると、ダルビッシュは大谷なんかもそうだったんですけど、やっぱりある程度練習制限して、それで壊れてしまうので、うん、で将来性があるし、だからその、むしろ甲子園出なくていいですよ。ああ、なるほど。そういう意味では。まあ、過酷ですもんね、うん、変に勝ち上がっちゃったりすると。むしろもう岩手県予選で早々と負けてるそれでプロ野球かなんかにいた方がいい。でその夏場に体作って、そのまた、うん、もうそうしたのは間違いないんですね。そうですよね。はい、でそのまだ成長途上だっていうこともちゃんと検査してもらってるんですもんね。うん、検査してもらってまだだよっていうところ、うんうん、なので今すごい、はい、あの緩いボールを投げる制限とかしてるみたいですもんね。あの大谷流さんに日本ハム入ってもまだ体が成長したことですからね、うん、それで大谷の場合はそのちょっと派手、まあ練習だいぶ抑制されたみたいですけども、ちょっとやりすぎた面で怪我も多かったというのが、でメジャー行っても怪我しちゃったし、うん、あれかなんか難しいんでしょうね、日本人って体がでかいと。難しいですよね。でまた大谷選手とかって練習好きじゃないですか、うんうん、そうなんです、ね、こう野球にもこういう感じだから、うん、ね、やっちゃうんでしょう ね、うん、うね、だから高平翔と違ってこういう大柄な選手も逆に大柄で逆にその規定方とかも難しい、ね、難しいですね、やっぱバランスが悪くなってますよね、はい、日本人が体でかいと、はい、あ大谷君の場合あんな背高くても顔ちっちゃい、顔ちっちゃいですね、普通なんか顔でかくなるとババみたいなババとか ね彼なんかもそうですけど、はい、バランス結構、まあ、大谷君同様バランスも良さそうですし、うん、間違いなく期待していいと思います、うんね、岩手県の春季大会が、はい、岩手すごいですね、大谷、岩手は菊池雄星、みんな岩手、みんな岩手なんですよ、すごい、そうですね、岩手って何かあるんですかね、あのこの前もね、うん、実はここでも話題になったんですけど、うん、あのまずリアス海岸で海産物がいい海産物がいっぱい取れるっていうことと、うん、山もあるからそのそれぞれの、うん、それぞれのいい食べ物に恵まれる、 あとはその県民性としてこう一斉にガッとこうなんか一つのものに集中するみたいな、そういう県民性があって、そういうのを全くこうチームでこうバッとまとまってとかっていうのもいいんじゃないかとか、なんかそれを分析した回があったんですよそう、あともうあと真面目ね、そうあのもう多くを語らず真面目に黙々とっていう感じ、東北人騎士ですね、はい、っていうようなこともね言ってて、本当にもうビッグスリーみたいな、うん、この佐々木投手も、ね、聞いたらみんなそうですね、ビッグシュー生、そう、ね、そう、うん、まず上の2人がもうメジャーで結果を出してますからね、楽しみですよね、数年後ですね、はい、なんかね、甲子園に出てほしい気持ちと、うん、見たい気持ちありますよね、見たい気持ちと、はい、無理しないでちゃんとこう自分の体を合わせて、ね、成長してほしいなっていう気持ちと、すごい複雑な感じになりますよね、まあ、でも甲子園1回戦ぐらい見たい感じがしますね、そうですね、はい、5回ぐらい投げてそうですよね、はい、ということで今回も4つの話題についてお話しさせていただきました。来週以降も注目のニュースがあるようですね、丸山議員とかもね注目ですもんね、追及ね、どんな風に追及していくかというところだと思います、はい、ぜひ皆さんこの流れを見ていっていただければと思います。その時はぜひ日刊現代で確認してくださいということで、今週はこの辺で失礼いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。